ラフォー YouTuber の水野ゆうたです。今夜の水野ゆうたチャンネルはお待たせしました。たくさんリクエストいただいていた神戸レタスの冬服購入品をご紹介していきたいと思います。イエイ。今回はですね、これからやってくる寒い冬に向けていろんなコーディネートをご紹介していきたいなと思っています。1着目は今年っぽさ 100% のニットトップスです。こちらお値段は2790円になります。実はですね、そのニットトップスが今着ているこのニットトップスです。オフホワイト、ピンク、ブラウン、ブラックの4色展開で、私はね今回ブラウンをゲットしました。素材がレーヨン 50%、ナイロン 25%、ポリエステル 25% で、生地の伸縮性はありで透け感なし、裏地なしの商品になります。これね、すごいね、シンプルなタートルネックっぽいんですけど、ボートネックタイプっていう2パターンの形が出ています。で、私が着ているタートルは折り曲げで着てもいいし、折り曲げずにクシュクシュクシュっていう感じで着てもいいし、結構ね、いろんな着こなしもできてね、とっても楽しいと思います。ポイントはね、これこのね、フィンガーホールがついているこの長い袖がすごいポイントになってます。ただここに穴が開いてるんじゃなくて、折り返しのデザインになってて、このニットトップスについてることによって、手のひらをこの袖でね隠すことによってめちゃくちゃあったかいです。しかもこのニットは全然チクチクしないし、めちゃくちゃ伸縮性もあるし、ちょっとね厚手でふわふわしてるので、真冬にぴったりのニットです。では2着目、こちら田中あきこさんコラボのジャージワイドパンツです。ベージュ、ダークブラウン、ブラック、アイビーグリーン、チャコールという5色展開になっていて、もともとアイボリーとブラックも持っていて、今回ね今履いてるんですけど、ブラウンも3色目ゲットしちゃいました。前はね S と M しかサイズなかったんですよ。でも今回は S ショートと M ショートと M ロングっていう3タイプのサイズが出ていて、私はね今回 M ロングをゲットしました。ポリエステル 74%、 レーヨン 22%、 ポリウレタン 4% の素材になってるんですけど、ジャージーワイトパンツって聞くとかなり部屋着っぽい、なんかこうカジュアルなイメージなんですけど、本当に綺麗めに見えて、足のシルエットを拾わないし、履き心地はめっちゃ楽っていう紙パンツなんです。しかもですね、本当にシワになりにくくって、何回も何回も洗濯してもなかなか毛玉ができたりとかしなくって、かなりね重宝するアイテムです。週末に子供と公園行く時にも履けるし、平日に仕事の打ち合わせに行く時にも履けるし、めちゃくちゃ便利なんですよ。ちょっとね綺麗めなアイテムなんですけど、今回はちょっとね公園にも行けそうなカジュアルコーデに仕上げてみました。では3着目です。当たりかな外れかなって思いながらポチったんですけど、大当たりの商品でした。こちらです。裏起毛スウェットフレアパンツです。お値段はなんとめっちゃめちゃ安くて1990円になります。アイボリー、モカーキ、チャコール、ブラックの4色展開になっていて、私はですねもう定番のブラックをゲットしました。素材はポリエステル 100% の商品になります。低身長さんから高身長さんまで履けるように、 M サイズ、L サイズ、プチ M サイズ、トール M サイズと4パターン出てます。私はね身長157センチで M サイズをゲットしたんですけど、ちょっと長いぐらいですごくいい感じでした。このパンツはですね、裾がフレアになってることですごくねスタイルアップして見える上に、中がねめちゃくちゃ裏起毛になってます。これがねもうめっちゃふわふわしてあったかいんですよ。私もね最近ちょっとねもう体重がこう右肩上がりでゆるりゆるりと
上がってきてしまっていて、黒のスキニーパンツを履くのがしんどいんです。なんですけど、やっぱ黒いスキニーパンツっていろんなコーディネートにすごい合わせやすいから、新しいサイズを買い足すのか悩むって思ってたんですけど、その代わりにね、これ使えそうです。前も後ろもゴム、平ゴムが入っててめっちゃ伸びるんですけど、両サイドにポケットがついていたり、ほんとね、このフレアの形がねめちゃくちゃ綺麗です。で、よくありがちなリブパンツよりもスキニーみたいな感じにパッと見えるので、お家で履きつつもちょっと外に買い物行く時にも履けるし、リモートワークで家にいる時間が長い人もこれ履いたら下半身めちゃくちゃ冷えないし、冷え性な女性にはマジでねおすすめしたいね、超名品だと私は勝手に思っています。これね、スウェットパンツですごいカジュアルに見えちゃうなと思うと思うので、ちょっとコーディネートは綺麗めにしてみました。コーディネートいかがだったでしょうか。実はね、今のコーディネートで履いてたフラットパンプスなんですけど、それもね、神戸レタスの新作アイテムです。こちらです。ビジューフラットポインテッドトゥーパンプス、お値段は2990円になります。私がゲットしたのはスウェードブラックというアイテムですけど、全部で6色展開になっています。もう見ての通りね、お値段が安そうに見えないこのデコラティブなビジューがめちゃくちゃ可愛いし、やっぱりね、ポインテッドトゥーっていうのはすごい綺麗めに見えるので、フラットな形でもすごくね足の方が綺麗に見えてスタイルアップしてくれるアイテムです。神戸レタスさんの靴って本当に安いのに、こうやってねしっかりクッションが入っててめちゃめちゃ歩きやすいので、もうこれはねいいなと思いました。で、実はね、今のコーディネートで着ていたあのボリューム袖のトップス、ちょっと前に神戸レタスでひっそりポチってたアイテムです。でもね、この間着てたら、それ神戸レタスですよねっていうコメントいただいて、あ、気づいてくれてる人がいると思いましたね。こちらバックリボンボリュームスリーブストライプブラウス、お値段はなんと2090円の商品になります。実はね、生地が結構しっかりしてるので、冬でもアウターが暖かかったら中に全然問題なく着れちゃうようなブラウスです。ああいう感じの着るととてもね今っぽくなるしおしゃれに見えるので、私はね気に入ってねかなり着倒してます。なので気になった人はね概要欄からポチってみてください。お次はこちらです。岡部あゆみさんコラボのペプラムニットトップス、お値段は2990円になります。オフホワイト、ライトピンク、グレージュ、ネイビー、ブラックの5色展開で、素材はですねレーヨン 70%、ポリエステル 30% で、生地の透け感はややありで裏地はなしの商品になっております。で、サイズは S と M があって、私は M サイズのグレージュ、こちらをゲットしました。コンパクトなシルエットで、袖の長さが絶妙にちょっと長めになっていて、それがスタイルアップして見えるなと思いました。襟元はしっかりとあのデコルテも隠して、しゃがんでも胸元が見えることがないので、それもすごく良かったですし、ピタッとしたシルエットだけれども、ペプラムデザインになっていることで、下っ腹のポッコリだったり、そういうものが気にならなくて可愛いなと思いました。で、私実はこのグレージュ以外にホワイトもゲットしているんですけれども、ホワイトの方はちょっぴり透け感がありました。だけどグレージュの方は全く透け感もなかったし、ホワイトの方もインナーキャミとかタンクトップを着たら全然気にならないなと思います。
はい、ではラストの商品です。こちらチャギーニットロングカーディガンです。お値段は4290円になります。ベージュとブラウンとプラムの3色展開になっていて、私がゲットしたのは、はい、今季すごい欲しがっているこのブラウンです。もうね、柔らかいね、このちょっとミルク感のあるブラウンって言えばいいのかな、この色味がすごい可愛いなと思いました。このシャギーニットの毛足の長いふわふわ感がめっちゃ可愛い。で、素材はですね、ナイロン 66%、アクリル 34% です。で、こういうロングカーディガンっていうのは、お家で羽織って着るのも可愛いし、外で羽織っても可愛いし、アウターのね、中に着ても使えるから、結構ね、オイルマーティーに長く着こなせるアイテムだと思います。で、これはね、お尻がすっぽり隠れるロング丈なので、体型カバーをしたい人にもとってもいいですし、薄すぎもせず、厚すぎもしない、ほんとね、絶妙な、わかるかな、生地感なんですよ。だから、車移動してる人とかは、アウターなしでこれ着てもすごい可愛いと思います。とにかくね、このふわふわ感がめっちゃ可愛いんですよ。可愛くないですか、このふわふわ感。ね、やっぱりね、シャギーニットは、めちゃめちゃモテニットだと私は思っています。こういうね、ふわふわしたの着てるだけでちょっと女性がね、優しくまろやかな雰囲気に見えると思ってます。で、今回はですね、今年って暖冬というか、まだそこまでめちゃめちゃ寒い日っていう日がなくって、なんか昼間お出かけする時だったら結構ね、これとかでも出かけられちゃうかなと思ったので、昼間に子供たちや主人とちょっとね、お出かけできるぐらいのカジュアルコーデに仕上げてみました。では今日の水の優香チャンネル、いかがだったでしょうか。ね、やっぱ神戸レタスさんはとっても品質がいいのに、お値段がね、1990円から4290円っていう、5000円以下でこんなに冬物が買えるってすごいなと思います。で、今日着たアイテムだったり、もともと販売してるアイテムは概要欄の方にリンク貼っておくので、よかったらそちらからチェックしてみてください。では今日も最後までご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。